大介、成田、飛行機に乗るためだが、乙女さんのたっての希望でな、私も自らの見聞を広げたり、最新のアンティーク家具でも。 おかしいか？ そうなの？ なんで今更お前と。 ああ、なるほど。 大介、こちらがサンビア乙女さんと 娘の鈴ちゃんだ。実はな、ここにいる乙女さんと再婚することになった。大介よ、お前の今言わんとしていることは分かった。要するに紹介がまだだったな。あのな、その朝食だと新婚旅行までにはまだ3回くらい段階がありそうだな。意外と古風というか奥手な。
大事な行いは控えてもらおう。しかし申し訳ないが、明日からはハレンチな行いは控えてもらおう。一緒に暮らす以上、あまり不自然な姿を見せてはスーちゃんに示しがつくんだろう。一緒。大輔、おい、聞いてるか大輔。ああ、そろそろ登場手続きの時間だ。それじゃあ切るが、あとは頼んだぞ。コーヒー入れるけど飲む？トースト焼くけど、ゆうきくんも食べる？